10月17日、松山市総合コミュニティセンターで松山市中学校新人体育大会バドミントン団体戦が行われました。男子は北見中、津田中、東中の3校が出場し、リーグ戦を戦いました。試合の結果、松山市立東中学校が優勝しました。大会では選手一人一人が存分に戦えていたので、県総体でも優勝できるように頑張ります。応援よろしくお願いします。頑張るぞ。女子は6校が出場し、予選リーグを戦いました。決勝トーナメントへ駒を進めたのは鴨川中、北見中、道後中、南中の4校です。決勝は北見中と道後中で戦い、北見中が見事優勝しました。今年の総体は準優勝だったけど、新しいメンバーで新人戦優勝できたので良かったです。県新人でも優勝できるように頑張ります。県大会は11月11日、12日に開催されます。選手たちのさらなる活躍が期待されます。